セプティン、こんにちは、セプティンです。待って、こんなに入ってんの？え、あれ特典ってさ、ないの？ないの？え、ちょっと待って、確認します。買うの遅くて先着特典つかなかったってことか。うわぁ、そんなことあんだ。悲しいんだけど。まあいいや、とりあえず周りのビニール剥いていきますか。もっと早く買っとけばよかった。ちょっとそれは自分がいけないです。すいません。はい、まあ今回はこんだけしか買ってないですけど、出して1枚でも推しは来てくれるのでしょうか、私のところに。というかドギョムさんね、結局ドギョムさんが1枚でも来てくれるというなら嬉しいんですけど。じゃあまず普通にちょっとついちゃうけど、もういいや。ピンクでございます。フェイドモノライフ。はい、じゃこれから開けていきますね。どう入ってんだろう、全くわかんない。あ、え？え？あ、普通にこうやって開ければいいのかな。 OK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 、 こういう感じでやらせてもらってますけど、これ挟まってんのかな。あ、はい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 、こうなんかこういう感じね。これ何？あ、はい、あ、変な開け方しちゃったから、ちょっと CD がずれちゃってる。なんかすごいいい感じに入ってますけど、こういう感じですって。これが、え、何、どういうこと。あ、え、ちょっと待って、確認しよう。あはははは、このこれにはこれがついてくるんですって。全然みんなと目合わないじゃん、これ。誰とも目合わないんだ、これ。あ、そういうコンセプト。そっか。で、これはリリックですかね。はいはい、じゃあつまりはここに入ってるんだ。わあわあ、いた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 けどさ、え、はい、とりあえずじゃあここに行ってもらって。あー、このなんかオフィス的なやつね。わあ、素敵な、ちょっと分厚いな。あ、ユニットごとでオフィス、あ、全然ピンだね、仕事やん。いや、ほんぬくんやばいね、いきなりほんぬくん出てきたけど。まあ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 、まあ、みんなやばい。でも綺麗だな、りのちゃん。え、みんないるよね。あ、みんないる。はい、ちょっとじゃあ先にする、先に見よう。これ何。あ、民具。これは何、ステッカーですって一言会いました。民具さんです、民具さん。あ、やばいやばい、ちょっとこのコードはじゃあ取っとこう。オッケー。このなんか端っこは、はい、見える？いや、民具に顔認証されて全然。え、いました、皆さん、よろぶん。はい、リノさんですね、来ました、リノちゃんが。いきます、ハラチューセッあー、かわいい、素晴らしい、ジョシュアさんですね。一発目がさ、ジョシュアって結構小麦怪しくない？まあいいや、よし。2枚目。フォーカス。こっちでフォーカスしてね。はなーつるせっ。あ、ジュンくん？ジュンくんです。え？顔面強。とりあえず、オッケー。色合いめっちゃ可愛いね。オッケー、続いてこの、グレー。よくて普通に開ければいいんだもんね。普通に開けます。よいしょ。ああ、え、外れてるじゃん、君もね。はい、青です。いいですね、好きな色ですね。あ、いや、下手くそか。リリックとこれがファイトバージョンみたいなやつだ。みんななんかボクサーみたいなやつですね。まあどう考えてもやっぱ大野くんのその短い、あ、え、いや、ドビムさんもやん。オッケーオッケー、こんな感じです。
じゃあまた真ん中にいるので一回出します。見てない、私は何も見ていません。やばいわこりゃ。暴力、やばいね。これはちょっとみんな、まあ、みんな買ってる、皆さんとも買ってるとは思うんですけど、これはじっくり見るべきですね。ちょっと野木さんアップにしたいんですけど、全然ピント持っててくれない。ブーちゃんクソかわいい。ブーちゃんめっちゃかわいい。ブーちゃんと言いながら物に落としますけど、はい、こういう感じで、まずはキャッシュを取りまして、はいはい、見てません。スティッカー花ーずるせ、見えますでしょうか。開けました。星くんです。星くんでした。はい、でなんかひょろーんって見たんですけど、クブスですね。クブちゃんでした。ちょっと光の加減に全然ピントが合いませんけど、クブスです。さあ問題のカードになりますが、先ほど上司はジュンという順番に来たので、これ星宇治とかだったらもうなんかそういう感じかなって思いますけど、じゃまずこっちから花ずるせ、クブス、ちょっと待って、ビジュが良すぎないか。え、かっこいいな。まあいいや、まあいいやとかじゃない、かっこいい、ちょっと動揺してます。次花ずるせ、待って、ちょっとピンと仕事して。怖い。グローブですね。グローブで今度は上辺をやってくるという、ちょっと高等テクニックを覚えた。待って、このコンビは熱いな。こっちか。わ、なんかもうもはや、ドギョム来ないくてもいいまである。そうそう、めっちゃ来てほしい。めっちゃドギョム来てほしいけど、なんかもう、来る気配ゼロじゃない？続いて。緑開けていきます。ちょっとどうしよう、ここでちょっとどいてってもらっていい。オープンします。緑です。よいしょ。あ、なんか逆さまに入ってませんかこれね。で、あ、これは黒なんですね。黒です、黒です。はい、そしてこれが、おお、あのなんかみんな怪しげに推進した家に寝転んでるやつね。寝転んでるコンセプトわかんないけど、わ、真ん中にドギョムさんいるんだ。綺麗みんな。はい、オッケー、ちょっと冷静にね、冷静にいかなきゃいけない。はい、ちょっとりあえずまずこいつらを抜いて、とかし抜いて、あー、これはなんかもうみんな買った自分のやつしっかり見るべきですね。どう考えてもずーっと見たわないよね、そんで。やばーい。絵の暴力。あはー、ミンギさん。うわ、エクプスだ。バヌちゃん、ほんと、ちょっと、ピント全然合わないけど。女がいる。これだけはちょっとしっかり見ておきますかね、皆さん。え、女性ですかこれ。女性がいる。まあこんな感じで女もいるっていう、あ、最後にちょっとちらっとコブスでした、コブス注射でした。え、今のフラグ？ケ、ステッカーから花チューセッ。ウータンです。ウジ君です。無理です。一生ピント合いません。これは、はい、ウジ君のステッカーです。で、これもちょろっと見えてしまっていたんですが、はい、注射でした。ちょっとマジでピント仕事して。おやおや、なんか常連客だな、いつもの。こりゃどうにも来ませんわ、残念。じゃあ2枚いきたいと思います。いきます。サナーツルセッミンギュだ。来た、やっと来た。ビューティーフォーカスしないとミンギュ持ってないみたい。ミンギュです。そして、はい、じゃあいきます。花ツルセッ。嘘、ミーニーで入ってたの、それはありがとう。はい、あーい、
可愛いですね。ちょっと待って。とりあえず、うん、なんかいろいろいつもの人ですね。ちょっとすみません、僕が来てました。ではガラッと版を開けていきましょう。知ってるんだよね、結局。結局さ、やないんだよ。はい。そして、じゃあガラッと版に、ガラッと版開けてみたいなって思うんだけど、買って、買ってんだこれが。はい。何この、え、何これ、こんな感じなの、すごい、何これ、すごい語彙力ゼロだけど、さっきからアリリックですね、かわいいですね。これこれどうしたらいいんだろう、もうさ見えちゃうんだね、これどうしたらいいかな、こうこうやって開けていくしかない、これ多分キャッシュじゃん。とりあえずじゃ一旦 CD の外、そして中が水色ですね。ひっくり返すんだ、ひっくり返していくスタイルでやらせてもらいますね。じゃあどうしたらいいかな、とりあえず1個目、はい、珍しい、ジョンハンさんですってことは、これみんなだからジョンハンさんってことでしょ。え、これ何、え、待って、え、カラット版の詳細見ます。え、ちょっと待って、事故、なんか封入事故、これ一回開けます。え、封入事故なのこれは、え、これはランダムなの、ランダムだ、え、何これ、え、ジョシュはディノ、ハオちゃんにハンソルです。あ、あ、これとこれはセットで入るけど、これはなんか、これはこういうランダムなんだ。じゃあこれは被る可能性があるってことだよね。いや、これもだけど。オッケー、とりあえず上半セット1。オッケー、ちょっとどんどん開けてきます。もういいや、これ花取るせいでいく。あ、ちょっと待って、キャッシュが。これ一気にいけばいいかな。あ、え、違う。え、なんか結婚式みたいになってごめんなさい。これもなんかさらっと出しちゃったけど、これディノちゃんだ。これそして裏で入ってるし。ディノだ。え、二つ目はディノちゃんでした。ディノで、これね、これ、ジュン君。ちょっと全然、マジでピンと仕事してくれ。全然理解できてなかったけど。え、ジュンかぶり、ジュン、え、かっこいい、グプス。ちょ、え、待って、こっちの女子はかぶりだし。はーい、こう感じでーす。待って、まだ一人も出てないのってどれだ、ん、いっぱいいるか、あれ、あ、ぷーちゃん、ぷーちゃん、ぷーちゃんとドゲムですか。3つ目。本当に硬い、これ。オープン、オープン、あ、え、待って、見ちゃった、え、待って、これさ、あ、違うじゃん、でもいいや、クビセットだ、おい、キャッシュ、クビスだ、かっこいい、これはな、あ、これバイナーになってんのか、かっこいい、え、でも見て、ちょっと無理、かっこいい、え、かっこいいわ、やっと来てくれたじゃん、やっと来てくれた時も、ギョームさん、お化けかと思った、ミンゲさん、あ、かぶったね、あ、え、クッチだ、ハブちゃんも来た、あ、今回じゃ全員来た、あ、これだけ出せばそうか、4つ目、フェイクがあるんだ、カラット版にはフェイクされるんだ、これ勉強になります。言っちゃった、どうしよう、これさ、年齢順に変えてきてんのかな、もしかしてってくらいにですけど、まずまずかっこいいボノ君が出ました、嬉しいんですけど、ジョシュアです、嬉しいんですよ、よく来てくれるわ、本当に信じられないくらい、ジョシュア、マジでジョシュア、そして
めっちゃかっこいい、大野くん。やば。大野くんに、かぶりクープスに、あ、星くんで、なんかお化けみたいな。ちょ、ほんとにごめんなさいだけど、ちょっと、やだ、ロン毛が。ちょっとかな、いいですけどね。はい。これです。オッケーオッケー、ラスト、ラスト。ちょっと待って、これさ、これ、ドキュメントじゃなかったら泣いていいかな。いいよね。それ、泣くくらい自由だよね。オッケー、開けまーす。ちょっと硬すぎて開けられないし。運命の扉です。お願いします。本当に。ここはさ、フェイクでしょ？フェイスじゃ、フェイクから。はい。星くん。先こっち出してく。はい、星くん。オッケーオッケー。オッケーオッケー。大丈夫、大丈夫。星くんでしょ？シワシワでしょ。あー、かぶってるジャン君でしょ。あ、ジョンハンだ。え、待って、こんなにカードあんのにさ、トゲム出てるのこれだけって笑わん？ 笑うよね。これ誰だと思いますか。わっ、違うのがもう見えてるじゃんね。ハンソルかな。ハンソルだ。嬉しいけどさ、平成キャッシュ、平成キャッシュ、ハンソラだ。はい、見えますでしょうか。とても美しいですけどね、皆さん。ドギュムはいません。はい、カラット版に入っていた子たちなんですけども、星くんにかぶりなし、ジョシュは3かぶり1、ミンギュにかぶりなし、ジョンハンさん1でしょ。でこれクープちゃん違ったんだね、分かんなかった。唯一のドギュム、あ、唯一のスングワンだ。で、オヌくんにリノが11、ジュン君3、カブリ1。このハンソルかっこいいな。で、ハオちゃんカブリ。だからこれはこう噂で言う、こういうことができるってことですよね。こういう遊びをしていいってやつですよね。ちょっとどれが大きさ的に合う。ああ、こういう感じですね。これが噂の遊び方。誰がいい？誰としたい？向きがでもあるもんね。大きさがちょっと合わないけど。合わないな。あ、でも、こういうこと？あ、でもなんかツイッターで回ってきたのは、これ。とか？ああ、かわいいな、これ。これかわいいね。こういう遊び方ができるっていう、今回のカラット版。素晴らしいねっていう。話、君は一人しか来ないけど。はい。こういう感じで、出たんですけど、ちょっと先はよく見えなかったかな。宇治くん。星くん。ミンギュからの、リノちゃん、クープス、はい、ジョシュア、ジョシュアさん、今回もいっぱい来てくださいましたね。ありがとうございます。はい、今回の感じはこういう感じでした。本当にお世話になってます。クロミョン、アンニョン。セブティン、ありがとうございます。